それではここでマツダグローバル MX5 カップのインフォメーションです。世界統一ルールで行われるグローバル MX5 カップジャパンですが、グローバル MX5 カップジャパンの上位入賞者は10月にカリフォルニア州ラグナセカで開催される世界一決定戦への挑戦権が与えられます。さあラグナセカということで、これ武藤さん、はい、まあ、こういうとこから、ね、世界へ挑戦できる、まあ言ってみれば世界に、まあ、体感できるとか世界での戦いというものを、はい、まあ、経験することができる、まあ、こういうグローバル MX5 カップの存在意義っていうのは、はい、まあ、モータースポーツ界にとってどう思いますか？いや、すごい大きいんじゃないですか、うん、やっぱりこう触れることができるし、実際こう夢を見ることもできますしね、成績残せばそこに自分が行けるっていうことがあれば、はい、より一層モチベーションも高く持てると思うし。そうですよね、はい、まあ、世界へ出るチャンスの、まあ、門戸の一つですしね。そうですね、はい、で世界統一ルールというものをものでその状況下で戦うこともできるし、はい、まあ、最終的には100万ドルの1億円ですね、マツダスカラーシップを得てインディ500へ、出ることができます。去年のインディライトチャンピオンのエド・ジョーンズはそのスカラーシップでインディ500に出て、3位フィニッシュということになります。すごいですね、うん、夢がありますのでぜひ、まあ、これからね本当に、まあ、できればインディを目指、インディをね、はい、インディ500を目指すというね、日本人の若いドライバーたちが、はい、こういうあの MX5 カップジャパンの方に、はい、勝ち上がっていけば、はい、チャレンジしてくれればなと願っております、はい、さあ、その日本の、まずあのステップアップラダープログラムに興味のある方はぜひ今画面に出ておりますグローバル MX5 カップジャパンのウェブページをご覧ください。